女子ゴルフの渋野ひな子サントリーが主催した渋野ひな子杯第1回岡山県小学生ソフトボール大会の決勝大会が25日岡山市の岡山県や球場で開催された渋野は8歳からゴルフと並行して岡山市内の平島スポーツ少年団でソフトボールを始めエース4番で活躍開会式では 私を育ててくれたソフトボールに恩返したいと思っていた。その夢を叶えていただいた皆様に感謝しながら、私も楽しみたいと思いますと挨拶した。始球式ではマウンドに上がり、岡山出身で昨年の東京五輪ソフトボール金メダルの原田の土カ外野主太陽雄伝と対決。真剣勝負を挑んだ原田を一頃に打ち取ると、渋野は右手を上げて喜んだ。 大会には男女混合11チーム、女子4チームの計15チーム、277人が参加、24日に予選大会を行い、この日は準決勝と決勝が行われ、試合の合間にはホームラン大会、スピードボール大会、スナックゴルフ教室などを実施した。クリスマス開催となった大会にしぐのは、私の名前で、 こういう大会を開催できるなんて夢のようです。人生で一番嬉しいクリスマスになったと感激した様子だった。米ツアー本格参戦2年目となる来期については、すべてがボロボロなんで全部一からやらんといけん。来年とは言えないけど、プロである以上はメジャーで勝ちたいと。2019年 AIG 全英女子オープンに、 続くメジャー2勝目を目標に掲げたホームラン大会渋野ひな子が主催した渋野ひな子杯第1回岡山県小学生ソフトボール大会が24-25日に行われた生まれ育った岡山県で開催し男女混合11チームと女子4チームの計15チーム277人が参加大会終了後には私個人としては 今までで一番嬉しいクリスマスだったと、満足感で胸がいっぱいになった。子供たちのクリスマスは奪ってしまったけどと話したが、この日の主役たちも地元が生んだ英雄との時間を楽しんだのは同じ。試合だけでなくスナックゴルフ教室やサプライズサイン会なども行い、渋子、サンタが夢を配った形だ。渋野の母校、 平島賞に通う3年生で、やはり渋野が所属していた平島スポーツ少年団ソフトボール部の一員として参加した高木道祭ちゃんは、ゴルフのすごい選手で、あまり会えないから嬉しかったですと感想を話す。チームは25日に行われた決勝には進めなかったが、スナックゴルフ教室で渋野と触れ合った。初めてだったけど、だんだんコツがつかめましたと。 ゴルフの魅力も感じることができたようだ。こちらも参加者の一人、元やコロモナちゃんは、やはり、スナックゴルフで、渋子先生に、ゴルフを教えてもらえて、うまいって言われて嬉しかったです。2019年に、全英 AIG 女子オープンで勝ったことはもちろん知っていて、ゴルフで世界一になったのが好きですと憧れを口にした。 すごく楽しかったという特山明君は、ゴルフにしかない楽しさがわかりました。ソフトボールに夢中になる子供たちに、本職の楽しさも伝える草の婚活動にも成功。両競技にとって、実りのある一日になったはずだ。みんなの嬉しい、楽しい、悔しい顔を見て、忘れていたことを思い出す素晴らしい時間になった。 もっと強くなりたいと思える一日でした。純粋な子供たちの姿は渋野にとっても刺激に。試合を見ていて大会で負けたらいつも泣いていた。負けず嫌いだったあの頃のことも思い出しました。楽しそうでええわ。というかつての自分も思い出した。そんな気持ちは閉会式の挨拶でも現れた。みんなが参加してくれたからできた大会です。悔しい時は 悔しい顔をしていいし、嬉しい時は嬉し涙を流していい。自分の感情を表に出していい。そういう気持ちを大事にこれからも頑張ってほしいというメッセージを送った。ソフトボールはええな。第2回大会の開催にもぜひやりたいと意欲を示す。子供たちの姿から大事なものをたくさん再確認するクリスマスになった。 女子ゴルフの渋野ひな子サントリーが主催した渋野ひな子杯第1回岡山県小学生ソフトボール大会の決勝大会が25日岡山市の岡山県や球場で開催された岡山市出身の渋野は8歳からゴルフと並行してソフトボールを始めエース4番で活躍開会式では 私を育ててくれたソフトボールに恩返したいと思っていた。夢を叶えてくれた皆さんに感謝したいと挨拶した。始球式では同じ岡山出身で、昨年の東京五輪ソフトボール金メダルの原田野と加速野手太陽雄伝と対決。真剣勝負を挑んだ原田を一頃に打ち取ると、右手を上げて喜んだ。大会には15チーム。 277人が参加。24日に予選大会を行い。この日は、準決勝と決勝のほかホームラン大会、スピードボール大会、スナックゴルフ教室なども実施した。クリスマスに実現した子供たちへの大きなプレゼント、沖田渋子サンタスナミズも、人生で一番嬉しいクリスマスと感激だった。 ベイツアー本格参戦2年目となる来季に向けては、すべてを一から、乱と行けん。来年とは言えないけどメジャーで勝ちたいと、メジャー優勝を目標に掲げた。日米通算7勝の渋野ひな子が、渋野ひな子杯。第1回岡山県小学生ソフトボール大会を初主催した。クリスマスの25日に岡山県や球場で行われた決勝大会が公開され、 自らの原点でもある競技に励む子供たちに夢を届けた。同じ岡山県出身のゲスト、ソフトボール東京五輪代表の原田のどか、外や市からは金メダルをかけてもらうサプライズも、地元で大いに刺激を受け、19年全英女子オープン以来となる米に証明の決意を新たにした。渋子サンタがやってきた。クリスマスのこの日、 かつてエースで4番だった渋野がマウンドに上がる。豪快な投球でバッターを務めた原田をゴ頃に打ち取ると、右手を突き上げて満面のスマイルを見せた。初主催した地元、岡山での小学生ソフトボール決勝大会の幕開けを告げる始球式、渋野ひなこ杯というビッグなプレゼントに子供たちにも笑顔が広がった。 私を育ててくれたソフトボールに恩返しをしたいと。プロになってからの夢だった。今までで一番嬉しいクリスマスというくらい夢のような一日。いい戦いを見せてくれて来年の活力になる。8歳から岡山の平島スポーツ少年団でゴルフと並行して励んだ競技。ソフトボール愛も強いと恩返しの思いを持っており。今回実現した形だ。 24日から2日間で行われ、計277人が参加。駄菓子の詰め合わせを送る支部のらしいギフトもあった。子供たちの一生懸命なプレーで原点を思い出した。負けたら毎試合泣いて、負けず嫌いだった日を思い出した。勝ちたい思いが強くなった。試合前には、原田から東京五輪の金メダルをかけてもらうサプライズ。 ずしりと思いメダルに気が引き締まった。24年にはパリゴリンも控える。重みが違った。さらに頑張らんといけんだ。子供たち、そして同じスポーツ界で戦う仲間に刺激をもらった。ベイツアー本格参戦1年目の今季、トップ10に5度入ったが、勝利はつかめなかった。オフは1からや、ラントと、全体の底上げを図る。 その上で、早めに隊に入って調整し。